ルーク・エバンズはウェールズの俳優。身長183センチメートル。体重86キログラム。現在はロンドン在住。ルーク・エバンスと表記されることもある。南ウェールズにあるランニー・イレーのアバーバーゴドで生まれ、デイビッド・エバンズとイボンヌ・エバンズの間に一人っ子として育つ。17歳の時にカーディフに移り、そこでルイーズ・ライアン監督の下で学ぶ。 奨学金を得て1997年には、キングズ・クロス、ロンドンにあるザ・ロンドン・スタジオ・センターにて学び、2000年に卒業する。2000年から2008年にかけて、レント、ミス・サイゴン、アベニュー級などのウェストエンド作品に出演する。2010年、タイタンの戦いでアポロンを演じ、以来アメリカのメジャー映画に出演するようになる。インモータル塚美神々の戦いではゼウスを演じた。 ホビット三部作では、弓の達人バルドを演じる。2012年には、北村隆平監督のホラー映画、ノーアンリブズノーアンリブズに初主演した。2013年には、イギリス BBC ドラマ、大列車強盗のブルース・レノルズ役にて主演したほか、同年に、ワイルド・スピード・ユーロ・ミッションに、悪役応援賞役として出演し、ビン・ディーゼルや、ポール・ウォーカーと共演した。 2014年にはドラキュラゼロにブラド・チェッペシュ役として主演したほか、同年6月にはベン・ウィートリー監督の SF 映画ハイライズにリチャード・ワイルダー役としての出演が発表された。2017年には美女と野獣で悪役ガストン役で出演した。俳優として活動し始める早い段階からゲイであることを告白している。2002年のインタビューでは、 皆僕が芸であることを知っているし、それを隠そうと思ったことはないと答えている。また、告白していることで、俳優としての人生に支障が出たことはないという、ありがとうございます。